ライトくあうん、君のところも可愛いね。ありがとう。耳音めっちゃ軽いよ。ご機嫌とかじゃん。カシューナッツ食べました。セブンの下はどうなったの。下はワンピースで普通の。美味しいカチューナッチュカシューナッツ美味しいです。島風さんハートありがとうございます。控えめに言って結婚したい。控えめに言わなかったら何になりたいの。私の子供。ややこ。こんばんは。今日はお綺麗ですね。あら嬉しい、ありがとうございます。お綺麗ですか。皆さん30分経ったら教えてください。じゃあ多分私は覚えられないんで。覚えられないというか、何風に始めたかもどうかも覚えてない。まあまあ。今日もらってきたこれ。明日食べます。ねえ。なんかすごい美味しそうな。このバターチョコバターサンド。チョコバターサンドみたいな、ちょっとな分かんないんですけど、はい、をいただきました。また、食べます。明日朝ごはん何食べる。明日もステーキいっちゃう。一応あるけど。ケータリングなんだった。お弁当ってなんかよくわかんない。肉巻アスパラ、アスパラの肉巻きアスパラ、よくお弁当である感じのやつとかあった。胃もたれしなかった。全然しないです、胃もたれなんて。 Why? 胃もたれって感じです。あ、ステーキ。あ、いきなり、あ、ステーキ。いきなりいっちゃう？ベーコンアスパラ。あ、ちょっと、あ、全然覚えてないんですけども。そんな感じのと。雑穀米だった、今日は。
なんか雑穀米か白飯で選べてめっちゃ良きだった。すかさず雑穀米の方取りましたけど、ステーキ食べようかな明日も。明日も朝様悪い答えはないよ休んでるだけなんじゃ日曜日は変わってはくれないか遠慮はいらないさゆっくりしててよねお願いだよすごいことできそうだ神様はじめました玉ねぎあーヘルシーそういいね玉ねぎの丸焼きはいいですよもう血がサラサラになりますよ「こんなこと初めて」って眼差しは悪の花咲き乱れてもリエット続くバストでもあなたは釣れない愛だ君はあなあないのは時にもどかしい思い伝えたいから いやねステーキにはブロッコリーが合うんですよめっちゃ美味しいからねめちゃくちゃ可愛い子なんて言った？え、どっちだろう今歌った熱今歌ったのは神様の神様って曲です花江さんの曲です。私が神様みたいねてんてんてんなる私をそっとそばに来てしかっててててもうからほるケーピーかんアヒージョも確かにアヒージョも美味しいね牡蠣のアヒージョとかチュキよチュッキーチュキチュキチュキなんですチュッキーチュキチュキチュキなんですご飯食べたみんなご飯食べましたコイダンス懐かしいコイダンス踊ったよ学校の授業で45秒とコイダンス踊った45秒で何ができる算数ドリルは終わりません45秒で何ができる君に好きですと伝えることその笑顔でまた晴れ直すこともう覚えてないよ胸の中にあるもの中にあること、うん、いつも思い出してみたいな、うんうん、超えていけ二人は超えていけってててててて覚えてないわモーさんあっとありがとうミューズフォークナス夏フォークナス
ティリティリティティリ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 ティティリティリティリティティリ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 てて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 懐かしいね。もうね、やっぱ私代謝がいいから汗がすごいかいちゃうんです。ぐこれもうほんまにちょっと汗におわないかなっていう私は心配をずっとしました。え、私この曲もあったよ。この曲とテレ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 がありました。マジマジ女の子と一緒にやりたかったもん、フォークダンス。ね、手をつなぐの恥ずかしい時期だもんね。あれでも中学校だもん私。私もキャンプファイヤーして、おーすごい、私したことない。キュージジさん入ってありがとう。リュウナの朝、お花の香り、お花の何のお花の香りがします。ひまわりですか。私多分ひまわり担当だと思う。花でやったら、吉はされの繰り返し、始めと終わりがあれ不思議、月火水木金土日。固まっちゃう。大丈夫だよ、肩の力を抜いて、私がエスコートしてあげるから。私モテ期なんて一度もなかったけどね。あら、今日黒くんありがとう。風に揺れるひまわりはどこに咲いているんだろう、果てしないあの青空に両手伸ばしているんだ。溢れる涙も拭わず、果てしないあの青空に両手違うね、もうちょっとダメだ、ちょっともうよくわかんないですね。古いバイクで鉄道は目印に、黄色い花火が広がる大地、僕は何も聞かないよ、生きていればいろいろあるさ、嫌なことも辛いこともも、そういう時はあの丘から一人眺めるんだ。ひまわりの種、どうとこ走るよハム太郎。なんだっけ、
走るよハム太郎すみいこうな、なんとかハム太郎大好きなのは、はい、せーの、ひまわりの種。ボカロ最近ハマってる。最近はいやボカロ全然聞いてないか分かんない。私ヴァンパイアみたいな私ヴァンパイアいいの吸っちゃっていいのしか分からん。とかボカロがちょっとよく分かんない。もううっせえわボカロでしょ。シルブプレプレプチリデンシュボカロちょっとね分かんないんだよね。ボカロのカテゴリーがちょっとよく分かってない。キングかな。でも私が一番好きな、一番好きというか今のとこ一番歌える。 You hate it 行く前に You hate じゃりこに泣きだり You hate stop してないし勘弁にしといてなんて善に人様願うかけらのエロに誰もが願う浮き質なような一足先に始めてたような月が見えないバージンハッピーショー。手首からイチゴはボカロじゃないでしょ絶対あれボカロなのか。ねえのあなたにお願い一つ愛も変わらずおまけにワニワニ。ねえのあなたにお願い一つ張り詰めて思い込め。 Left side, right side。 あ、ダンスロボットダンスがある。ダンスロボットダンスもういいよ。ダンスロボットダンスまだだよ。ダンスロボットダンスもうちょっとドゥル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 ワン。危ないことはしちゃダメ。中指示には従うこと。水自分の身は守ること。水あフォードキドキさせないこと。アクセル。あなたに会いたいなって気持ちがループループする。心はどうにかなりそうだと。あなたに会いたいな。ドゥ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 。そこに伝えたい愛があるだけ。ドゥ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 。93さんドラマありがとうございます。化粧文ちゃんみんな危ないみたいなみんな勝手な行動しないこと。他の子と喧嘩しないこと。はいみんな気をつけよう。こっちこっちー。それコスプレしたね懐かしい。他の子と握手しないこと。それいいね。勝手な行動しないこと。アスナ、確かにアスナできたのすごい。恋する猫は怖くじけない。懐かしいのですけど。
く。君に言って言おう、おはようって笑顔で。恋する猫はくじけないを知ってる人がいるとはびっくりしちゃう。恋する猫はくじけないのね、あの PV とかも見たらね、めっちゃ悲しいんだよ。こう猫ちゃんがその昔男の子に拾われて、でその子に助けられたと、その男の子に助けられて、でその猫ちゃんはこう好きになったわけよ、その男の子のことを。でも自分は猫で近づけることができる、近づくことができなくて、でそれでまあ神様にお願いして人間にしてもらったと。でも一つだけ条件があって、あの触れることができないと。もし触れてしまえば君は猫に戻ってしまうと。それでまあこう守りつつ、あのこう結構こういういい感じにね、いい感じにこうなるんだけど、で「あー！」ってなって男の子がね、こうちょっと引かれそうになるわけよ。ん？車に引かれそうになって、「危ない！もうこれは助けるしかないでしょ！」みたいな。そうです、触、まあ、触れるわけじゃん、触れちゃって、で切れた耳と尻尾が生えてて、逃げて、その女の子でどん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 猫になっていくわけじゃん。でなんか首輪をつけてたんだっけ、その猫首輪みたいなつけたんだけど、それが今あのブレスレットでつけてあったんだけれども、それが残ってシューンって消えて、でその男の子もなんか思い出すわけよ、ちょっとなんかだしっていうやつですちょっとあのめちゃめちゃ久しぶりにこう恋する猫はくじけないを聞いたので、合ってるかどうかも分かってないですけど、今話してた話もはい、ではちょっと30分になったのかな、あまだか、え、そう最後はほんまに切なくて、あー私のそれ 何歳、いつだろう、中学校1年生ぐらいの時の、中学校だっけな、小学校だったっけな、中学校か、胸が苦しくなってましたね。あ、そうだ、私ね、まあ、今「神様始めました」を全部見終わってから、だから次何見ようかなとか思って、で1個出てるのが、1個っていうか出てるのがね、フルーツバスケット、まあ、これも全部見たんだけど、フルーツバスケットか、もう今ね見返しで全部見てるけ、あの全部見たことあるやつ今 見ていってますなんでやねんって、ディアボリックラバーズおか、マジキュンルネッサンス知ってる、マジキュンルネッサンス、マジキュンマジキュンフォーミラー解けない魔法のディスティニーみたいなマジキュンルネッサンスっていうね、あるんですよ、フルーツバスケット、ブダー、
マジキュンルネサンスはまあ歌アプリみたいなもんかな。イタキス、あ、イタキス見てないわ。ちょっと古いよねあれ。どのあたりかな。ラブコンよりは古くないか。てかね、ほんと早く、いや、ナースの題材見ればいいのにさ。いや、ちょっとナースの題材、ちょ、今ねこう、立花さん、その神様はじめましたの巴役をやってる方がいて、その方が立花さんっていう方がいるんですけど、もうね立花さんの声に今やられてて、立花さんと平川さんの声に今やられてて、そう、おおなってます。その巴がほんまにかっこいいんですよ。もう巴の声がかっこいいんだけど、巴だからかっこいい、巴を演じてるその立花さんがかっこいいんですよ。だから立花さんがちょっと他のやつ演じててもまあかっこいいっちゃかっこいいんですけど、ちょっと今はもう巴に今釘付けなわけですよ。わ、小安さんはもう何でも出てくる。ちょっと水ぶくれができてしまったかなと思ったの。くすずれしちゃったまたかよって。あ、はい、では皆さん、私の配信はこれにて終わりたいと思います。皆さん配信見てくれてありがとうございました。30分しかちょっとしてなかったのであれなんですけれども、また明日の朝配信も配信するし、明日もお話し会ありますし、明日は5日の日、私が休んでしまった日の振り返もございますので、またそちらでいっぱいいっぱいお話をしましょうね。13位アロタン、12位ニックン、11位フミさん、10位フーさん、9位夏みかんさん、8位ナナさん、7位ロコポコさん、6位フッさん、5位ポンタ、4位ベバミン、3位カオシマカゼさん、第2位がシムギャジャンキジリさん、そして第1位がモーさんです。ありがとうございます。今日は、ちょっとエレガントな女性風のファッションをしたというか、ちょっとなんかちょっとスケッとしててあはんって感じなんですけど、明日は、まあ門脇らしいというか、まあ普通に私服ということで、皆さんもねラフな格好で明日は一緒にお話し会をしましょうね。では皆さん、グッナイ、グッラック。おやすみなさい。また明日。tomorrow。
すみ。今宵もまた夢で会いましょう。バイバイ。早い。